おはようございます。おはようございます。ウームゴルフのレッドです。あ、やっぱ言うようになりました。じゃあ僕もすみません。ウームゴルフのイエローです。ぜひウームゴルフで僕が山本コーチにレッスン受けてるので見てください。はい、そうですね。絶賛、はい、再生中。レンジャーじゃなくてウームゴルフの方見てください。そうですね。よろしくお願いします。なるほど。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。違う。お願いします。はい、まあ、ここはあれですよ。はい、まあ、また来ました、サミゴルフクラブのね、僕らの YouTube の聖地の、はい。今日は何やるんですか、イエローさん。今日はですね、はい、なんとですね、恵比寿といえば、恵比寿といえばになっちゃいましたね、はい、なんかね、ドッキリっす。ドッキリやるドッキリ。誰に。で、今回、はい、プロ、グレー、そう、プロゴルファーに僕らはドッキリを仕掛けます。はい、なるほど。怒っちゃいますかね。どうなんですか。これは何をやるかちょっと発表しちゃってもいいですかね。いやーどうですかね。どうしようかね。まあ、とりあえず、はい、イエローと僕が、うん、まあ、これわざとですよ。その、はい、ちょっとルール違反をかましまくります。はい、ゴルフで。はい、はいはい、それをプロゴルファーは、うん、気づくのか。何個気づくのか。そう、はい、今のところ10個ぐらい考えてるんですよ。はい、はい、それを18ホールの中で、はいはいはい、ちょっと箇所箇所にね、はい、ドッキリを仕掛けていく、まあ、ドッキリっていうか、ルール違反をする。ルール違反ですね。でプロゴルファーたるものを、はい、しっかりアマチュアがねちゃんとルール違反した時に、うん、こらって、うん、こらって言えるのか、はい、っていうか、そう、むしろ気づけるのかもありますよね、うんうん、気づいてても言えないかもしれないんですけど。確かに彼は優しいですから、すごい、はい、優しい生活の、あの、はい、性格の持ち主ですから、はい、撮影終わった後に、はい、いやあれはちょっとねってプライベートで言ってくれるかもしれないという優しさもありますから。でホールアウト後に、うん、まあ、でも18ホール終わった後に気づきましたかと聞くので、うん、あの人は何個気づいていたかをちょっと検証していきたい。10個用意してますよね。恵比寿は本当ガチでやるんで、はい、ちょっとどうなるか分かんないんですよ、ね、あのもう完全にバレるドッキリもあるじゃないですか、うん、そうそうそう、あるんで、バレてもイエローと僕は、はい、知らないふりします。そう、とぼけ続けます、はい、すとぼけます。何かありましたかって、はい、ねえ、あ、はい、別に何も問題ないでしょみたいな、はい、うん、感じ。グレーがブチ切れたら終わりってことですね。それは強制終了。、うん、その前にちょバラそう、さすがに。さすがに、うん、あのブチ切れるようなことはやんないんで、うん、あ、まあね、笑えるようなことしかやんないんで、それってみたいなっていうのもあるんで。一緒に笑っていただけたらと思います、はいはいはい、僕らは必死に笑いを我慢しながら真剣に予想いますから、はいはいはい、まあ、ちょっとどんなルール違反をね、はい、僕らがやるのかちょっと楽しみにしててください。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。いいですよ。レギュラーでね。もう筋肉痛なんで。触れない。あ、足って大事だな、マジで。そんなにやばい。やばいですね。一切なくなる。カクッと落ちて。めっちゃスライス。めっちゃスライス。持ってきて先輩。編み出した、はい、編み出した、うん、もうボールをまっすぐ飛ばすスイング、筋肉痛仕様。おじいちゃんスイングみたいな。フィニッシュがさ、ほら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 、わー、すごいすごいすごい、ナイスショ。そんなに変わるんだ。残ったナイスショ、ナイスショ。普通に行ってベストしてたよね。カンペ、はい、はい、ね、結構デベスだ。はい、あ、ロッケーです。デベスしちゃった。気づいてないよね、まだ気づいてないよね。あれぐらいじゃ気づかない。レベル1じゃ気づかない。次レベル2行きますか。レベル1にしては結構出てたよ。マジで普通に結構攻めるじゃんと思ってた。
分かりやすくいかないと、ね、そうだね、そうそう、気づいてもらいたいからね、そう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 、ゴルフバラエティチャンネルなんで、そうだね、はい、132ヤード7番え番手がおかしい、バンカーやん、あ、入った、あ、入ったね、ちょっと強かった、ちょっと強かったね、本当はあのもうちょっと右からそうだよね、トン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 つって、そうだよね、まあけど寄せはしたいんですもんね、そういうこと、だからいいんですよね、バンカーでもね、そうなんです、はい、下半身崩壊してるもんね、うん、はい、下半身崩壊なんか下半身崩壊、男としてどうなの、下半身崩壊って男としてどうなの、下半身クソ野郎よりちょっとやばいねこの重さで打ちたい、力減そんなんでいいんだ、こんな感じですよ、はい、これ見てくださいね、で、まっすぐ上げて、わお、ナイス、うまっ、今のは完璧っすね、ナイスパー、触れるようになってきた、なんとなく、あ、ほんと、まあ、一の方ヨシヤのこっち、どうでしょう、ちょっとスラ気味、いいです、いいです、すごい重心キープで、ユノさんから、あ、僕から、はい、よし、いやパー5だからね、パー取りたいね、やっぱここはよいしょ、飛んでねよいしょ、笑っちゃうぐらい飛んでないよね、飛んだよ、えいいんだよこれでパー取れればいいだろこういうゲームなんだ、おかしいな、ナイスショット、なんでナイスショットなんだろう、ナイスショットなんでナイスショットなんだろう、ナイスショットなんだろう、普通にディスってくるじゃん、おかしいな、どういうことだなちょっと今テンパってんだしょーじゃあ、じゃあ、ね、人のこと文句言いながら、怒りのサンバウッド、サンバウッド、怒ってますからね。飛距離でバカにされて、パー取ればいいんでしょ？そうですよ。じゃあ行っちゃえ、なっしょ。当たってない、当たってない。おぉナイスショー、いいじゃん、ナイスショー、やっぱね、こういう手打ちゴルファーはね、うん、うまいよ、これ打ちやすいな、うまいよねうまいよね、ナイスショー、あ、綺麗に拾うのよね、うん、綺麗に拾うじゃん、うん、うん、ロングっすよね、うん、それでいい、いいんですよ、じゃあ、俺が、あいつ俺の球消費させるけど距離マウント取ってくるからそしてデーケンあんま変わんなかったねあんま変わんなかったねいやこれはですね、カン言ったな、カン言ったよ、右の奥であるんですよ、カン言うたよ、カン言うたよ、カン、カン言うたよね、ピンまで313ヤードです、この俺じゃダメかな、4番ウッドですね、4番ウッドで、でつま先上がりで、ちょっと低い球で、ナイスショ、低い球でいったよ、はい、まっすぐ、そうすれば花道にあるはずです、はい、ナイスショ、ありがとうございます、うっせー、ちょっと予定と違うんですよなんでイエロー2発連続でナイスショットしたの僕の新品のあのなんだっけ TP5X が消費されていく
いや、これ絶対ないと思うんだよね。あった。違いますね。違う。これさ、あえて。あ、これで打つ。これ。それあれじゃない。それを取っとけばいいんじゃないか。これでプレーション。いや、それで明らかに運だっていう感じ。じゃ、それでいこう。見た、見ました、ちゃんと見ました。あ、オッケー。あったから打つよ。あった、あったよ。ありました。あのね、グレーはね、見てないですね。いや、いいですよ。この後、このドロドロのツアーステージプレイしてるところまで。これ、玉込みプラス、玉交換まで。むしろ。オッケー、いいんじゃない、はい、乗った、乗ったろ、バンカーこれ手投げのチャンスじゃん。いや、もったいもったいないもったいないもったいないな。何個でもできるんで。まあね、はい、手投げ2回やってもいいわけですよ。まあね、けどあれちょっと浅すぎて多分バレません。そうですかね。ちょっと長いんで、はい、ピッチングで打つんですよ。あ、ピッチングで行くんだ。そう、ピッチングでちょっとフェースちょっと閉じて、はい、で、もうパター打ち。うまっ。うわー、惜しい。あー、でもちょっと強かったね。ナイス、ありますナイスピッチング。これね、ミスないでしょ、うん、うん、すげえ。はい、バーディーパット。バーディーパット。フックライン。これはこの辺までしっかり打てれば。なるほど。弱くなったところで曲がるかなって感じ。なるほど。そこまでイメージを作って構えてそこに出す。引っ掛けたね。しかもめっちゃ強いんだけど。ちょっとおざぎしますね。ちょっと適当にやりすぎたな。それ決まるんだ。それ決まるんだ。それは入るかい。今のパーパットでしょ。でもイメージは伝わったね。パーパット。パーパット。ナイス。ナイス。ナイスパー。今のパットいいっすね。ナイス。何が良かったんだろう、分かんないけど。ありがとう、褒められた。良かったね、褒められたよ。全然映んないじゃん、君。ナイス。パッとこうやって映すね。けどね、映ってないですよ、リーなんか邪魔して。まだ工場委員会、ね、うん、まあね。やっぱね、エンジョイだから、うん、ここはあれだよね、ここ池あるコースだけど、うん、ドライバーでね、攻めてほしいよね。そう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 、ね、そうそう、うん、当たり前じゃん。池越えは無理じゃないかな、うん、いけんのかな。いや、その池の奥って言えばいいのかな。うん、いけね。グレーどうぞ。え、もちろんグレーもドライバーかな。グレーはダメか。うわ、やるよ。あ、こっちいいじゃん、いいじゃん、こう右からね。ナイスショー。よっしゃー。あれ、ナイスショーだね、これ。まあ、飛んでねえけどね。調子がよろしい。調子いいね。あれ、お兄さん、お兄さん。あ、そこまで。刺さったんだよ。あ、そう、刺さったんだよ。調子いいっすね、ドライバーね。まっすぐ行くね。うん。ちょっとね、これ。あら、これは大丈夫か。あ、これはね、大丈夫です。これは大丈夫なの。本当か、まことか。大丈夫なんじゃない。いや、池入っても、うん、多分池の中の石に当たって出てきてどういうこと。どういうこと。そんなことあります。
絶賛筋肉中の、はい、筋肉中じゃねえや筋肉中筋肉痛だ筋肉痛の僕も松浦さん側でなるほど、はい、下半身崩壊野郎崩壊野郎で、はい、うめえうめえうめえそのオカマフィニッシュ何あの捕まえていくんだよあのね、ないしょ。あの卵を逃がしたくない時ほど体も一緒に捕まえる。あ、そうなのね。池に入って出てきた。ないしょ、めっちゃあったね。めちゃくちゃ。普通にないしょったのね。あそこにあったね。すごいところ置くじゃん。あれグレーだあそこね、うん。はい。ちょっとリーダー。話が何か違う。普通にないしょ嫌ですか。残っちゃったよ。なんとかイエロー何もやってない。